ようございます。本日はアドベンチャーワールドへお越しくださいまして誠にありがとうございます。お時間となりましたのでゆいひん登場してまいりました。戦後約半年を過ぎまして現在体重は12キロ超えております。もう抱っこするのも大変になってきたくらいなんですが、まだ竹を食べることはできませんのでお母さんから毎日ミルクをもらっております。お母さんパンダはアドベンチャーワールドで誕生いたしまして現在16歳、有品でもう5回目の出産お育てですのでもうベテランのお母さんに育ててもらっております。そのため結浜がミルクを欲しがりますとすぐにお乳をもらっておりまして1日に1回から2回授乳をしておりますが、運が良ければ公開時間に授乳することもございますので結浜がお母さんからミルクをもらっている姿もご覧いただけることがございます。竹を食べれるようになりますのは大体1歳ぐらいからなのでまだまだ先なんですが、もう少ししてきますと大人のパンダも食べておりますリンゴなどそういったものを薄く切って離乳食として与え始めます。まだまだ食べているものはミルクだけですが、もう立派に成長してきておりまして木登りが大の得意になっております。こちらの遊具の高いところまでこのように自分で登り降りすることができるようになっております。とても小さな結浜ですが今12キロございます。1歳になる子には体重30キロにまで成長いたします。そして2歳になる子には体重約60キロ、3歳で90キロ、4歳で100キロ以上とぐんぐん成長していきます。赤ちゃんパンダの成長はあっという間ですのでぜひ皆様の見逃さないようたくさん結浜に会いにいらしてください。また結浜のお父さんは現在お隣の運動場にやってきております。向かって右側の外の運動場です。ジャイアントパンダの子育てはお母さんだけが行いますので結浜はこの後お母さん良浜と一緒にいる姿ご覧いただけます。お父さんは別の運動場でご覧いただけますがすぐお隣ですのでぜひ親子3頭揃ってご覧くださいませ。それでは少し早いですがこの辺りでパンダ結浜のレクチャータイムは終了いたします。この後お母さんパンダ良浜がやってまいります準備を行います。少々お時間いただきますが親子の仲睦ましい姿ぜひこの後もご覧ください。最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。